どうもー。はい、ですね、地震があったみたいなんですけども、僕ちょっと移動しててよく分かんなかったんで、はい、地震の爪痕を見つけました。なんか鹿児島で地震があったんですかね。はい、地震の爪痕でございます。こちら悟空が、地震の爪痕、悟空が悟空よ悟空よ悟空よ悟空が真っ二つ。これ多分地震の爪痕だと思われます。はい、そう、地震の爪痕か。悟空ちゃん神。はい、いや久しぶりですね。着きましたよ。めっちゃなんか入ってましたけど、いや懐かしいな。懐かしいですね。久しぶりだ。ちょっと水を出してみましょうか。水ちゃん、あ、ちょっと濁ってますね。ちょっと出しとこう。だいぶ、うわ、ほら濁ってる。だいぶ濁ってますね。ちょっと出しとかないと。冷蔵庫はモンスターハイボール、うん、ちょっと出しときます。久しぶり。あ、チップスターあるな。チップスターあるんで、ハイボールとチップスター、あと、あ、お菓子も釜揚げあるね。大丈夫。あとサバ缶、あのサンマあるし。おお、びっくりした。はい、ドラえもん。あ、ちょっとなんか汚れてるんでトイレ掃除しよう。いやー、久しぶりですね、帰ってきたの。いやー疲れた。疲れました。こちらですね、ロフトがありまして、ロフトで、まあ今からちょっと収録があるんで、こちらで寝れます。これロフトがね、非常にあのでかいんですよ。こう4人ぐらい寝れるっていう、まあ、合宿やった時にマックス4人ぐらい寝ましたけど、こう4人ぐらい寝れますね。鹿児島合宿無理ですね。ちょっと、いや、鹿児島合宿無理だ。そう、鹿児島合宿疲れるし、また僕東京行かないといけない。ちょっとね、都市伝説イベント、レポートしたらちょっとあれなんで、都市伝説、森くんからね、誘われてね、都市伝説レポートなんかやるらしいんですよ。吉田さん、これあるみたいですけど、みたいな、マジでみたいな、予定開けるぜみたいなね。ありがたいですね、誘っていただいて。都市伝説、まあ関さんのライブ行ったことあります。僕あの森くんに誘われて一回生ライブ見たんですけど、やばいですね。あれはやばい、本当に。あのテレビで見る関さんではないですね。で、あ、これが本物の関さんだなと思いましたけど、やっぱテレビの関さんは、まあ、やっぱ作られてる感がありますね。はい、では無事戻りました。鹿児島地震の爪痕、悟空が真っ二つになったということでございますね。見てください、このサング、まあ、全然使ってないんだな。もう使わないとね、トリプルモニター。もうなんかできる人じゃないですか。できる人、あれもありますから。いやー、これで仕事三昧ですよ。また寿司三昧ではなく仕事三昧でございます。頑張ります。まあ、ちょっとユニバー君がいないのは寂しいですけどね。リキがいた。俺にはリキがいた。リキがいます。リキがいました、僕には。では。